はい、次の質問をお受けします。MBS の清水と申します、はい、先ほどあの都市計画審議会の方で、梅田の丸ビルの跡地の件についての審議がありました、はい、あの再開発計画が示された上で、まあ、審議会で可決されたわけなんですけども、新たなビルも丸ビルにちなんでか分からないですが、まあ、丸になるということでして、この新たな丸ビルにこう市長として期待することを教えていただけますか、はい、新しくこう JP タワーもそうですけど、こう梅北っていうエリアが新しく生まれ変わっていく中で、こちら側の駅の JR の駅 の、まあ、あの正面側というかこう南側というか、そのエリアのこうシンボルの一つがやっぱり丸ビルだったと思います。で、まあ、長い歴史の中で丸ビルもあの形状を含めてですね、多くの方に愛されてきた丸ビルが、まあ、新しくこう建て替わるということで、僕もあの具体的な絵姿まであのちょっと見てるわけではないんですが、あの丸い形状で、さらにあのなんていうか地下空間も生かして、共有スペースというかあのオープンスペースを用いて、まあ、多くの人がこう流れて集って集まれる、まあ、新しいシンボルとなるようなエリアがあのまた誕生するのではないかなということで、私はあの非常に期待をしております。あの形状もそうですし、今申し上げたようなその多くの人が集えるようなオープン空間があの設置いただくことで、都市にあの空間がまたゆとりが出ると思いますので、これからどんどんこう計画も発表されると思いますから、心から楽しみにしております。あの審議会の中ではその中にも多少ちょっとこう発表があったんですけれども、はいはい、まあ、例えばその円形のコンサートホールであったりとか、まあ最先端の技術を取り入れたミュージアムというようなところもまあ発表がありました。まあ、こう文化芸術っていうところに、まあ取り組むにあたってですね、まあ、それをこう大阪駅のまあすぐ近くにそういうのを設けるところに関して、市長としてはどういうふうにあの考えているか。いやそうですか。いやもうまさにそのミュージアム機能を有するということであればですね、あの本当に歓迎したいと思いますし、素晴らしいあの一つの拠点になるんじゃないかなと思いますね。今我々として進めているその大阪をさらにこう国際的に副首都化していくという取り組みの中で、文化芸術面を底上げしていくというこのアクションは非常に重要ですから、あの民間の皆さんと共にですねこのアクションを進めたいと思いますし、あの丸ビルにそういうミュージアム機能が入ってくるのであれば、もうあの非常に嬉しく思いますので、あのぜひ、私もあの発信にもしっかり協力したいと思いますし、新たな拠点となることを期待したいと思います。